口座によく出てくるバザーリの美術家列伝を買おうか迷っています。はい。三万三千円かける六冊なのでちょっと手足を踏んでいます。えー、買う価値ありですか？<laughs> これあ,あれね三万三千円のかける六冊本って中央公論美術新社から出てるやつで、うん、これがなんていうのかなフルバージョンなんだよ<ー>フ。フルバージョンなんですよ。ちょっとね買えないね。俺も <laughs> 俺も,俺も持ち手がないの。<laughs> うん。 だって3万三0円かけて6だよいやもう18万 <laughs> 20万近くいくんだよでしかも結構かさばるんだよであれ白水からあの有名なとこだけ抜き出した有名な画家だけ抜き出したバージョンとか出てるよ、うん、それは確か3千円台だと思うんだよねあとねえっ、ー、とキンドル版があるんだよあれどこの出版社だかわかんないけど<ー>キンドル版全3巻あって で、一巻が千何本だったと千円ぐらいだと思うそれもう有名な画家だけでよかったらその n d l e 版の全三巻でう用は足りるるかなっていう気はするんだよね。あ全部買うまあそういうことだったら中古美術新社に怒られちゃうけどうわ専門の人以外には必要なんじゃないかもし。 ねそこにしか載ってない画家のやつ調べたかった図書館とかで見るのでいいんじゃないかと思ってしまいますがね。いやでも買おうとされるこの方は <laughs> すごい素晴らしいですね。ねす